石津の戦いとは、南北朝時代の延元3年、略王元年5月22日に、泉国境浦、石津において、南朝道の区将軍府の区業、陳樹夫大将軍北畑昭恵と、北朝、室町幕府の出事高志次家、死体兄弟が戦った合戦、石津合戦、境浦合戦、境浜合,合戦などの異名がある。南朝は敗退し、 秋家らをもだった武将が多く戦死した。延元元年、剣務三年暮れに、足利高氏に対抗するために、京都を脱出して、吉野に逃れた、五代醐天皇は、道の区国,国多賀城にいる北畠秋家に対して、乗りナガ神を報じて上落して、高氏を撃つように命じた。だが、秋家に反抗する北朝方の領主に攻められて、南道の区の南朝方拠点である、 霊山城に追われ、ようやく北朝方の抵抗を排して、霊山城より南下を開始したのは、翌年の8月であった。だが、騎馬隊を巧みに用いた戦略が功を奏し、延元2年、兼務4年12月25日には、柴課町を攻め滅ぼして、鎌倉を占領した。その後、箱根を突破して、美の国青野原の戦いで北朝方を破った。しかし、北朝方主力が、 大見国から美濃に入ったことを知った秋江は、伊勢国に逃れて、軍勢の立て直しを図る。秋江は2月21日に、山和国を占領するが、7日後に半屋坂の戦いで、北朝方、桃井忠常に敗れて敗走する。このため青野ヶ原の戦いに、伊勢から駆けつけていた、秋江の弟、北畠秋信の軍勢は、男山に入り、秋江は、 のりなが新を密かに吉野へ送った後、河内国から泉国に転戦して、戦力再建を図り、3月に天皇寺に軍を集結した兵を分け、秋信やその将兵を救援するため差し向けた。成城してきた南朝軍の軍勢の旗印といえる親王もすでに吉野に移し、兵を分けやもめ勢となっていた。秋への軍は、5月6日には石津、一室、酒浦を焼き討ちにして、 細川武氏、ひねの森寺ら現地の北朝方勢力と、なおも交戦を続けた。これに対して、高氏の命で、兵1万8千を率い、男山の秋信に備えていたも直は、自ら兵を分け喧嘩討伐に向かい、5月16日に、天皇寺から境浦に向かって出撃、秋家の軍病を待ち受けていた。そして、5月22日、浦で、両軍は激突。 秋家軍は前線したものやもめ勢に加え、調整の疲労や、北朝方についた瀬戸内海水軍の支援攻撃まで、受けて七地に立たされ、秋家は、兵200と共に、石津できた朝方に、包囲されて、決死の戦いを続け、吉野に向かうが、奮戦中に落馬。ついに秋家は、去年満20歳という若さで討ち取られ、秋家のほか、名は吉高、 南部市行らの成城軍の有力武将も、戦死、南朝軍の主力は壊滅した。これによって、南朝は大打撃を受ける一方、北朝方の室町幕府は中央のみならず、秋家の根拠地であった欧州においても有利な戦いを進めていくことになった。ありがとうございます。